ぐーちゃん、昨日からさ、交流戦って始まったよね。いや、プロ野球も見とるしさ。ちょっと今年の交流戦、あれやね、日ハム楽しいね。頑張っとるね、日ハムね、ぶーちゃん。ホークスが、さすがに福岡に住んどるって言ってもさ、ホークスがちょっと強すぎてね、このままじゃちょっとつまらんね。もうちょっとさ、ホークス、まあ、ジャイアンツに頑張ってもらって、昨日勝ってもらえたってさ、ジャイアンツがちょっとだらしないもんな、見とったらね。なんとか今日明日ジャイアンツ勝ってもらってさ、もうちょっとやっぱり強く、まあ、そのねチームのファンは自分とこだけ強ければ面白いんだけどさ、やっぱり力がね拮抗してるのが面白いよね。よく分かった、それが。一チームだけ、一人だけ強くてもさ面白くないんだよ。どっちが勝つかさ、それがやっぱ楽しいやん。勝つか負けるか分からないから楽しいよ、見る側はね。もう勝つやろと思ってみたらさ、応援してるチームでも大して面白くないよね。例えるならさ、やっぱね、子供はね、あれや、500円玉持って、ね、500円、おやつは500円以内ですよって言って、500円で何買おうかなって考えて、こう、駄菓子屋さん行って、考える楽しいやん、ぶーちゃん。でもさ、もう1万円くれてさ、お金持ちやってたってさ、これ1万円で好きなの買ってきなさいって言われてもさ、別に嬉しくも面白くもないやん。友達みんなでさ、500円で誰が一番なんかね、いい買い物っていうかさ、いいおやつを買えるかなっていうのがやっぱ楽しいやん。1万円みんな500円玉持って楽しみにしてんのにさ、お金持ちのなんか花輪くんのおじいちゃんみたいなのが1万円くれて、これで全員の分好きなの買いなさいって言われてもさ、そらね、お菓子いっぱい買えて嬉しいけど楽しくはないやん。せっかくみんなでさ、誰が一番いい買い物できるかさ、勝負しようとしとるやん。やっぱね、そのワクワクっていうのはやっぱこう力が拮抗しなきゃ面白くないよね。そうですね。ねえキャサリン、違う？そんなこと興味ないですか？ちょっと俺それね、ブーちゃんに聞きたかったんよ。だから今日からまだ交流戦あるさ、いや見とったらね、やっぱ楽しいよ。どこも頑張っとってね。今広島もね、一時期強くて一回落ちて、また新井監督になっていいチームになってね、いいですよ。みんな頑張って強いですよ。見ててやっぱ面白いもんね。そういうのやっぱ見たいよね。ふーちゃんもだからそれ楽しみにしてるからねと思ってさ。どうですか、うちのキャサリンさんは興味ない？うちのキャサリンは交流戦興味ないね。それよりもおやつの方がええな。それもおやつを食べたいね、ぶーちゃんはね。野球よりもおやつとかご飯とか散歩とかやな。そうです、ノーコメントやな。プロ野球も面白いしな。やっぱね、ニュースもいっぱいありますよ、本当に。なんとかね、頑張っていきたいわけですよ。まあまあまあ、今日はもう帰って野球楽しみに頑張るか。昨日はちょっとね、甲子園も大雨やって中止になったしね、今日は多分大丈夫やろ。昨日なんて、神宮とよ、ハマステなんて見とったら、あれ、過去一の雨やつだったね。もうシャワーみたいな雨降っとったもんね。あんなんで試合、お客さんもみんな風邪ひいて大変なことになるね。そんな中でね、やっぱり頑張って選手はねやっといたみたいですよ。面白かったですよね、見とって。途中までしか見れんやったからね。今日はまた楽しみやね。こうやって楽しみね見つけて増やしていくのもいいことですよね。自分もちょっとしばらく野球とかはね見てなかったけどね、日ハムがなんか面白い試合してるんですよね。北海道帰って見たら面白かったからね、やっぱもう一回応援しようと思ってね。すごいですよ、本当に。やっぱいいことですよね、こうやって好きな面白いものが出てくるっていうのね。道間違ったかな、俺間違ったよね。こっち帰っても帰れるのかな。よし、じゃあ帰ろう、みーちゃん。帰りましょう、やりましょう。